英語の語順の感覚を身につけると、戻り訳をせずに1回で英文が理解できるようになります。英文のリーディング、1度読みじゃ理解できずに2度読み3度読みしてしまいますよね。サイトトランスレーションという方法を身につければ、1度読みで前に進んでいけるようになるので、リーディングスピードアップにつながります。 Hello! GALA Language Online 講師の右半身です。このチャンネルはついついクソ真面目になって勉強してしまう英語を、巷にあふれるクスクスゲラゲラ笑える投稿記事を使いながら楽しく真面目に勉強するチャンネルです。チャンネル登録をよろしくお願いしますね。今日はですね、サイトトランスレーションで読む英語ツイッターです。英語のツイッターもね、面白いアカウントがいっぱいあるので、楽しみながら一緒に読んでいきましょう。さてですね、サイトトランスレーションというのは、通訳の訓練にも欠かせない英文のトレーニング法ですね。英文を意味の塊ごとに区切って、語順の通りに前から訳していきます。日本語訳としてね、綺麗な文章にしなくても OK。もうその場その場、その部分その部分の意味が取れていたら問題ありません。このトレーニングを続けて、サイトトランスレーションに慣れてくると、英語を英語のままで理解することができるようになります。なので、意味の塊を捉えることにも慣れてくると、文法力もね、自然と伸びてくるっていう素晴らしいトレーニング法です。さあ、では早速やっていきましょう。今からお見せするね、ツイッターの投稿ですね。一緒にサイトトランスレーションで読んでいきましょう。さあ、ということで、まず1個目です。この人、女性ですね。Lyd さん、LYD さんね、の、投稿です。さあ、行きましょう。My mom was、私のお母さんは。My college professor freshman year、私の、大学の教授でした。freshman year っていうのは、1年生のことですね。英語ではね、大学生の学年の言い方がちょっと独自のものがあって、1年生は freshman、2年生は sophomore、3年生は junior、4年生は senior っていう風に言ったらいいんです。お母さんがね、大学の教授だったんだね。さあ、続きいきましょう。No one in the class knew。さあ、ここね、頭が No から始まっているので、クラスの中の誰も知らなかったっていう意味になりますね。英語でね、こうやって No one とかこういう感じで頭に否定を持ってくるっていうね、言い方多いよね。さあ、次行きましょう。New 誰も知らなかった何をっていう感じですね。We were mother and daughter、 私たちが親子で母娘であるっていうことを誰も知らなかったっていうことだね。そしてI was always coincidentally、 ここで一回切ってます。私はいつも coincidentally、 これね、偶然にっていう意味になります。割とよく使う単語ですね。で、例えば道端でばったり人に会っちゃったりとかする時とかあるじゃないですか。その時に Wow, what a coincidence とかね、なんて偶然なのとかね、それと誰々さんと誰々さんがすごい知らないと思ってた人が偶然にも知り合いだったとかっていうのも Wow, what a coincidence とか、こんな感じでよく使う単語ですね。はい、会話用語として覚えてください。さあ、私は偶然にもいつもっていうことだよね。そして続きいきましょう。paired up、 ペアを組まされたということですね。さあ、どんな人とペアを組まされたんだろう。 with the hottest guys in the class、クラスのイケメンたちと偶然にペアを組まされていたっていうことだね。 for every group project、グループプロジェクトすべてにおいてっていうことだよね。で Lisa is a legend、Lisa は伝説だって言ってるんですよね。レジェンドっていうのは英語っぽい表現だよね。なんか、うちのお母さんすごいでしょとかっていう時に Lisa is a legend、 こんな言い方になります。Lisa っていうのはなんかお母さんの名前だよねという話でした。いいね、いいね、いいね、超いいね。私もそんなお母さん欲しいですね。やっぱりあれだね、持つべきものは理解ある親っていうことですね。さあ、これね、つなげてもう一回ね、読んでいきましょう。My mom was my college professor freshman year. No one in the class knew we were mother and daughter.、I was always coincidentally paired up with the hottest guys in the class for every group project. Lisa is a legend. いいね。次は、ジェイソンさんからの投稿です。さあ、行きましょう。サイトトランスレーションっていうのはね、短く切れば切ったほどいいっていうわけじゃなくて、自分が理解できる意味の塊で切るっていうのが一番ですね。だからこれをもう自分で何回かトレーニングを重ねていったらいいかなっていうところなんですが、始めていきましょう。I golfed with a hilarious 78-year-old man. I golfed、ゴルフをしました。78歳の超ウケるおじいちゃんとっていうことです。さあ、ここね、hilarious っていう単語、これもね、めちゃくちゃよく使うんですよね。我々ね、これ意味ね、funny と一緒です。面白いとかね。で、割と現代語的に言ったら、超ウケるっていうのが一番ぴったりくるかな。超ウケる78歳のおじいさんとさ、ゴルフしたんだよねっていう、こんな感じになります。ちなみにね、我々 play golf っていつも言っちゃうんですけど、ゴルフ自体も動詞になるからね。なんで、I golfed with that、hilarious 70-year-old old man ってこういう風に言って OK です。おじいちゃんとゴルフしたんだね。そして And he was dishing out life tips、dishing out っていうのは言うとかね、何も考えずにベラベラ喋るとかそういう感じの意味になります。なので、人生のこうね、アドバイスをこうベラベラと喋っていましたっていう、何も考えずにねっていう感じですね。はい、the whole time ずっとですね。Okay. そして、The most DGAF guy。 さあこれね、 DGAF guy ってこれどうでもいいっていう意味です。で、これ英語のアブリビエーション、短縮っていうんですけども、これね、Don't give a fuck guy、 こういうふうな意味になります。はい、どうでもいいおじいちゃん I've ever met、 私が今までに会った中でどうでもいいおじいちゃんでしたっていうことです。さあ次行きましょう。And he told me after the round、彼は言ったラウンドの後でですね、こんなこと言いました。 Don't talk to me in the parking lot、僕に話しかけないでくれ、駐車場でっていうことですね。parking lot、 この単語ね知っといた方がいいね。パーキング、日本語だったらパーキングだけでしょ。でも英語ね、parking lot、区画っていう意味なんだけど、ロットっていうのがね、パーキングロットまで言ったら駐車場っていう意味になるので、ぜひこれを言うようにしてみてください。Don't talk to me in the parking lot、 僕に話しかけないでくれからの My wife is picking me up、奥さんが迎えに来ているんだっていうことですよね。そして And she thinks、 彼女は思っているI went deaf 5 years ago、 5年前に耳が聞こえなくなったと思っているっていう点になってで最後に What a legend、 またレジェンド出てきたね、なんて伝説だっていう話ですよね。 What a legend、 これもねだから すごくないとかってよく言うじゃないですか我々。それのことね、 What a legend、 すごくない、こんな感じですね。はい、そうやね、夫婦円満のコツは、聞こえないことっていうことですかね。じゃあ、通しでいきましょう。I golfed with a hilarious 70-year-old man, and he was dishing out life tips the whole time. The most DGAF guy I've ever met. He tells me after the round, don't talk to me in the parking lot. My wife is picking me up, and she thinks I went deaf 5 years ago. What a legend!はい、今日のネタは 2件になりますけれども、そうだね、なんかやっぱりこうやっていろんな話に出会って、それ聞いて、でその表現とかいろんなものをその場その場で聞いて、へえこう言うんだ、へえこんな意味になるんだとかね、なんかこういうちょっとした知識を積み重ねていくことで、いろんな英語とかねリスニングとかにも慣れていくと思うので、またこのシリーズ出していきたいと思います。英語を学習するすべての皆さん、いつも頑張ってますね。英語を話せるようになるとね、世界も広がるし、嬉しいことばっかりです。英語がね話せるって楽しいなと思っていただくために、GeLa Language Online ではこれからもくだらなくてためになる英語のレッスン動画をアップし続けていきますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。隙間時間でできる英語の学習アプリ、サイトラができました。英語の語順感覚を身につけて、英語のを鍛えるサイトトランスレーションを今なら30レッスン分無料で学習することができます。サイトラアプリで検索するか、この動画の概要欄のリンクをクリックしてダウンロードしてくださいね。 Okay, thank you very much for watching our lesson. See you in our next video. Bye for now.